今回は、超、シャコタンに。あ、言い間違えました。超、ローダウンに、していきたいと思います。こんだけー、どんだけー、上がって、スタイリッシュでない、車高を調整したいと思います。前から見た状態です。エアロであまり気にならない高さですが、現物は結構高いです。ちなみに、コンビニのパーキングで頭から止めても大丈夫なぐらいです。それでは、車高を落としていきます。わかりやすく、早送りで行きます。ボディが黒いので、わかりにくいでしたけど、ちょっと近づいてみます。あれあれー、かなり、ローダウンになってますよー。落としてみたけど、ブランド感もなく、下品ですなー。ちょっと、比較のため、お決まりの、タバコを置いて、みました。かなり、車高が落ちました。でも、相当、下品な、Sクラスです。タバコ、入るじゃんって、思いますが、エアロの一番低いのは、ここじゃないです。ここです。これじゃあ、コンビニの、車止めどころか、歩道をまたいでる、駐車場から、道路に出るとき、ぶつかって、エアロが、割れてしまいます。お決まりの、ビフォー、アフター、です。これでは、車が、下品だし、ボロボロになってしまうので、元の高さに、戻したいと思います。